皆さんこんにちは。ベランダの小さな自然へようこそ。前回のチャンネル登録者数1500人突破の動画にたくさんの方からお祝いコメントいただきました。皆さん本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。さて今回なんですが、こちらブロッキニアの生態や魅力、あと育て方なんかもお話しさせていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。でこのブロッキニアなんですが、あちらにちょっとよく似た植物があるんですけども、手前がネオレゲリア、そして奥がビルベルギアなんですけども、ホームセンターでもよく見かける植物ですよね。これらと同じパイナップル科の植物になります。学名からブロメリア科って呼ばれることもありますけどもね。でパイナップル科の植物の中で重なり合った葉の中心に雨水なんか溜めて、この中心部分から水分とか栄養分とかを吸収できるタイプをタンクブロメリアって呼んでるんですけども、このブロッキニアもタンクブロメリアの仲間になります。あちらの2つもそうなんですけどもね。でこの中心部分から水分とか栄養分を吸収できるので、あの木とか岩とかそういうところに着生して成長したりもします。でこのブロッキニアなんですが、いろいろと種類があるんですけども、その中でヘクチオイデスっていう種類と、レズクタ、これレドクタってカタカナ表記されることもあるんですが、その2種類のみが食虫性があるとして食虫植物として認定されております。ただタテイっていう割と大きくなる種類がいるんですけども、それももしかしたら食虫性があるかもみたいな記事を読んだことがあるので、もしかすると将来的にはそのタテイも食虫植物の仲間入りをするかもしれませんけども、今現在のところはブロッキニアの仲間ではヘクチオイデスとレズクタ、この2種のみが食虫植物ということですね。なので、まあ、ブロッキニアだったらどれでも食虫植物っていうわけではありませんので注意してください。ちなみに同じパイナップル科のカトプシス属っていうのがあるんですけども、まあ、それもいろいろと種類があるんですが、その中でこちらは1種ベルテロニアナっていう、この1種のみが食虫植物として認定されております。なのでこのパイナップル科の植物の中でブロッキニア属の2種とカトプシス属の1種、合計3種が食虫植物ということになりますね。最初はこのブロッキニア、どんな植物っていうお話なんですけども、自生しているのは南米のギアナ高地です。最後の秘境なんて言われていますけどもね、グランサバナと呼ばれる広い平原にたくさん群生していたり、テーブルマウンテンと呼ばれる、まあ、岩山って言っていいんですかね、そこのは岩とかにこう着生して成長したりしております。捕虫の仕方なんですけども、ウツボカズラとかサラセニアとかセファロタスとか、まあ、同じ自生地のヘリアンフォラとかと同じ落とし穴式の食虫植物になります。では実際どうやって虫をおびき寄せ捕らえているのかっていうことなんですけども、他の食虫植物だったら捕虫葉の一部から蜜を出し、それで昆虫たちをおびき寄せたり、あと色や形もあると思います。モウセンゴケだったら粘液出してるんで、それが光に反射しキラキラと光って、それに興味を持って虫たちが寄ってくるっていうこともあると思いますし、あとは自生地での虫を捕らえやすいような構造ですよね、そういうのがあると思います。でこのブロッキニアなんですけども、大きく3つあります。1つ目は株全体からなんか甘い香りを出しているっていうことなんですけども、ただね、私いろんな時間帯で何度も嗅いでみたんですけども、甘い香りっていうのはねちょっと感じないんですよね。私の鼻が悪いのか、人間にはわからない、昆虫だけにわかる匂いなのかわかりませんけども、ただね甘い香りを出すって書かれているので、嗅いだ方がねいらっしゃると思うんですけども、私はちょっとね感じなかったですね。で2つ目はこの葉にちょっと白い粉みたいなのが吹いてますけども、これまた別の効果もあるんですけども、これが太陽光の紫外線を反射し
まあ、虫から見ると花のように見えるのか魅力的な色に見えるのか分かりませんけども、それで虫たちをおびき寄せている。それで3つ目は色なんですけども、これ栽培下だと自生地みたいな色がね出せないんですけども、この葉の色がこれちょっと緑ですけども、この緑色が抜けて鮮やかな黄色になっているんですよね、自生地では。色によっては光の加減とかでちょっとオレンジ色にも見えたりするんですけども、もっとね鮮やかな感じなんですよね、まあ、こんな感じで、まあ、これは黄緑色ですけども、こんな鮮やかな感じで黄色をしてるんで、まあ、遠くからでも目について虫たちが集まってくる、まあ、この3つがね言われておりますね。ブロッキニアは落とし穴式の食虫植物っていうお話しましたけども、ということは誘われてやってきた虫たちをこの筒の中に落としていかないといけないわけなんですけども、そこで役に立つのがこの葉の表面の白い粉なんですよね。誘われて虫たちがやってきました、でこの葉に止まると、この白い粉があることで足を滑らせこの中に落ちてしまう。まあもちろんこのダイレクトにここに落ちてしまう虫っていうのもいるとは思うんですけどもね、ただそれだけではないんですね。ここねもうだいぶ剥がれちゃってますよね。実はこのテイク何度か取り直しているんで、もうだいぶ剥がれちゃってますけども、この白い粉ねこう触ると、あの簡単にこう剥がれてしまうんですよね。でこうやって手につきますけども、これが昆虫の足にくっついて、でさらに脱出しにくくするっていう、そういった効果があるんですね。さらにもう一つありまして、私が栽培しているブロッキニアではちょっと見られないんですけども、白い糸くずのようなものを出しているみたいなんですよね。それが昆虫の足とか体に絡みついて、で落ちてしまう、また脱出しにくくしてしまう、脱出させなくするっていうことなんですけども、その白い糸くずのようなものっていうのが、この白い粉みたいなのが集まってできたものなのか全く別のものなのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、うちのブロッキニアもですね、なんかこの白い粉が集まってちょっと塊みたいになっているところはあるんですけども、白い糸くずっていう表現ができるものはちょっとないんですけどもね。そういったところもあるんですね。次にこの落ちた虫をどうやって消化吸収しているのかっていうことなんですが、この筒の中には水が溜まっております。ちょっと光の感じで見えにくいかもしれませんけど、こうして揺らすと分かりますかね。このね水が溜まっているんですけども、自生地では雨、我が家では雨プラス、まあ、水道水なんですけども、またこれ後でお話ししますけども、タンクブロメリアの栽培のポイントの一つとして、この株のこの筒の中に一定量の水を溜めておくっていうのがあるんですね。なので中の水が少なくなってきたら、私は水道水をこう足してあげているんですけどもね。でこの中に溜まった水なんですが、まあ、我が家のブロッキニアの中に溜まってる水がどうかっていうのはちょっと分かんないんですけども、かなり強い酸性みたいなんですよね。ただ自生地でも雨がそんな強い酸性だとも思えないので、ブロッキニア自身が何か中に溜まった水を酸性に変えるようなものを出しているのか、中に共存しているバクテリアがそのようにしているのか分かんないですけども、pH でいうと2から3って言いますからね、かなり強いですよね。落ちた虫もたまったもんじゃないと思うんですけどもね。続いて消化吸収なんですけども、吸収に関しては最初にお話ししたように、タンクブロメリアって食虫植物でないものでもここから水分とか栄養分吸収できるので、それはあのタンクブロメリア、他の食虫植物でないものもこのブロッキニアも同じ感じだと思います。続いて消化なんですけども、昔は消化酵素などを分泌せず中に共存しているバクテリアが分解してそれを吸収していたっていうふうに言われていたんですけども、なんか最近消化酵素、最近って言ってももう数年前だと思うんですけども、分泌しているのが分かったそうですね。ただ記事を読むと、
レズクタワっていう風な書き方をされていたので、ヘクチオイデスはまだ消化酵素を確認されていないのかもしれないですね。では今度はブロッキニアのブロッキニアの魅力についてお話をさせていただきたいなと思います。まずは私が育てているブロッキニアたちなんですが、この大きなものはヘクチオイデスで、この小さな3つはこちらがヘクチオイデスで、この2つがレズクタです。こちらは購入した時は半分ぐらいの大きさでしたかね。約1年半うちで栽培をしているんですけども、今はもう倍以上の大きさになっております。でこちらはまだまだ小さな株なんですけども、ヘクチオイデスの方は購入してきた時より、まあ、倍までいかないですけども、ある程度成長はしているんですけども、このレズクタがね、枯れてるわけじゃないんですけども、ちょっと成長が遅いですね。この下からもね、脇芽がこのように出てきてはいるんですけども、ちょっとね成長が遅い感じはします。でこのブロッキニアの魅力なんですけども、まあ、パッと見ね食虫植物に見えませんよね。このハエトリソウであったりサラセニアであったりモウセンゴケであったりっていうのは、こう見るからにこの、まあ、異様と言いますかね、ちょっと変わった形をしていて、なんか虫を捕るザ食虫植物みたいな形をしておりますけども、このブロッキニアはあまりそういうところはないですよね。ただ私育ててみてすごく感じたんですけども、この食虫植物でなさそうで実は食虫植物っていうところが、このブロッキニアの最大の魅力じゃないのかなと思います。もちろんね結構大型になりますんで、大きく育てば見応えもあると思うんですけども、なんかね、いやこれ実はね食虫植物なんですよみたいなところが、このブロッキニアの育てていてこう魅力に感じるところじゃないのかなっていうふうに思うんですけどもね。続いてはブロッキニアの育て方についてお話しさせていただきたいところなんですけども、もうねちょっとこの暑さでだいぶやばい感じになってきちゃったんですよね。もちろん暑さ対策は十分に取った上で撮影に臨んでいるんですけども、またこの暑さで撮影に使っているこのスマホももう何度か落ちちゃってるんですよね。なので今回はブロッキニアの生態と魅力編ということで、育て方に関しては次の動画でお話をさせていただきたいなと思います。皆さん本当に申し訳ありません。ただ今回の動画でブロッキニアにちょっとでも興味を持ってくれて育ててみたいなって思っていただけたら嬉しいんですけどもね。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも食虫植物に関するいろいろな動画を上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。次回はブロッキニアの育て方についてです。よろしくお願いします。